フェルナンド・ガビリア・レンドンは、コロンビア・アンティオキア県出身の自転車競技選手。若い頃から、トラックレースと主に、中南米のロードレースで結果を残す。2015年前半のツールド・サンルイスで、コロンビアナショナルチームとして出場し、マーク・カベンディッシュを破って第1ステージを勝利した、ことで一躍注目を集める。さらに、第3ステージでも再度、 カベンディッシュを破り勝利することで、その実力が本物であることを証明した。その後、カベンディッシュが所属するエティックスクイックステップに、同年8月からトレーニーとして加入。また、トラック競技のオムニアムでは、世界王者となる。2016年には、ティレイのアドリアティコで、ワールドツアー初勝利を飾り、ツールド・ポローニュでは2度のステージ優勝を獲得し、 三岳ステージまで総合ジャージを守り切った。オムニアムでは世界王者の座を守った。2017年、ティレーノ・アドリアティコ第6ステージにて世界王者、ペーター・サガンとの一気打ちを制して2年連続区間優勝を手にした。ジロでイタリアでは第3、第5、第12、第13ステージで優勝。2018年、ツールド・フランス第1ステージにて優勝。 コロンビア人として15年ぶり、史上2人目のマイョーヌ獲得となった。その後、第4ステージにて勝利を挙げ、第12ステージのラルプ・デュエズを前にレースを去った。2019年、UAE チームエミレーツへ3年契約で移籍。ありがとうございます。